なんか、民度の低さというか なんかもう本当その方が見えた幽霊の透明な爪で透けてる爪の垢を飲ませたいと思ったもん。おはようございおます。はい、七代家の毎日投稿やっていこうと思います。七代家の七代です。ともこです。はい、ということでね。まあ今回もね、まあまあやっていくわけでございますけどもね、ちょっとね、コメントを拾っていこうかなと。おお、習慣化したね。習そう慣で化すしね、ちた。ゃんと習慣化しましたね。ちょっと今回はですね、私の、階段、まあ晩酌階段の、詰め合わせというか、ライブ配信のアーカイブ動画についてたコメントなんで、ちょっと私宛てのコメントになるんですけど、ライブ配信の詰め合わせとは思えない安定感ですね。とても聞きやすいですと。ありがとうございます。ね。いうわけでございましてね。ちょっと一応、私、普段ね、ちょっとクマコをピックアップする動画が多すぎるので、なんかお前何の人なんやねんってなってると思うんですけど、一応怪談師でございまして。ね、ちょっとね、こうやって言ってもらえると嬉しいなというところなんですけど。結構ね、悲しいというか寂しいのが、怪談を聞いてくれる方って、怪談のない、まあ内容にコメントくれる人もいるんですけど、基本的にはやっぱね、なんかながら聞きしてる人結構多いと思ってて、コメントが少ないんですよね。だからちょっとね、私の自己肯定感を上げるために勝手にこれピックアップしましたと。いうところで、もうこれで分かると思うんですけど、今日は怪談のお時間でございます。そういうことね。まあ、そう、つながり的にね、もなるほどう、で七す。代を上げつつ自分で、もう嬉しいっそのていままう、の勢いでね。そのままの勢いで階段をやるっていう間ね、をやるっていう。方向でございまして。ちょっとコロナがね、まだ治ってなくてね、この喉がカスカスなとこ、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、できる範囲で、やっていけたらと思っておりますが、無理せずに。本日はですね、丁寧な自己紹介という、お話を、語らせていただけたらなと思っております。はい。まあ、丁寧な自己紹介というお話でございましてね。この話なんですけど、ある女性の方がね、女子高生時代にね、ちょっと体験した話になるんですけども、その彼女がですね、農業系の大学に進学したいと思っていたらしくって、で、そこの大学でね、なんか実習があったんですよ。それは高校生向けの体験実習みたいな感じで、まあ農業体験みたいな感じなんですよね。で、一応そこの大学が持っている、まあ畑とその近くのペンションに、まあ行って、で、ペンションで寝泊まりしながら、そのまあ農作業とかを、まあいろいろってやると。そういう、まあ農業系の、大学の、まあそういう、まあ実習みたいなものが、まあ進学前に行けたんで、その応募したらしいんですよ。で、それで、まあ、行くんですけど、まあ、いろんなね、全国の高校から、そこの大学の農業のね、とこに行きたいなっていう人たちが集まってきてて、で、初めまして、なんて言いながら、まあ、行くわけですよ。で、場所が、長野県の、八ヶ岳、ね、山がありますけど、長野と山梨の間かな、ぐらいのところにある八ヶ岳っていう山があって、そこの麓だったらしいんですよ。で、これでちょっとね、場所分かっちゃう人もいるかもしれないですけども、まあ、そこの、まあ、その、ペンションに泊まることになったんです。で、もう行った日、いきなりね、いろいろ作業とかして、で、まあ、ヘトヘトになりながらね、夕方とかにペンションに戻ってきて、ご飯食べて、お風呂入って、まあ、いろいろ喋っているうちに、じゃあ、そろそろ消灯時間だね、なんて言って、で、同室の子がね、まあ、別の学校の子だったんですけど、同級生で、なんか受験とか頑張ろうね、みたいな話をしてたんですって。で、まあ、決してね、まあ、夜、寝静まったんですけども、で、彼女は寝てたんですよ、こうやって。寝てると、急に、ビキーンってこうね、金縛りになったんですよ。うわ、金縛りだって言って、まあ、過去にもそういう経験は一応あったんですけども、突然なったもんだからちょっとびっくりしちゃって、ああ、なんか今日疲れてるからかなーって思いながら、こう、バチーンってね、もう動けないんですよ、全然。で、動けないなーと思ってると、声が聞こえるんです。それがね、結構低い男性の声で、でもそこ女の子2人の部屋なんですよ。いるわけがないんですけど、枕元で聞こえてくるんですよ。もう本当に自分に向かって見下ろしながらなんか喋ってるような感じで。と思いながら、ちょっとこう、ね、まぶただけパチパチって動けたから、こうパッて目を開けてそっちのを見たんですよ。そしたら、見ず知らずの、まあおじさんっていうかね、が、こうやって見下ろしながら、まあなんかボソボソ喋ってるんですけど、そう喋ってる内容っていうのがね、私の名前は田中幸次郎と申します。実はですね、
そこの山のところを歩いている時に滑落してしまったんです。事故死っていうやつですね。そんなことを言ってくるんですよ。もうにこやかなって感じっていうかね、もう本当に普通に喋ってるような感じで、まあ、なんかのインタビューでも受けてんのかなって感じで喋ってくるんです。で、その内容を聞いてると、でも死んだんだっていう内容なんですよ、全部。え？と思いながら、そのままじーっとね、まあ聞いてたわけですよ。そしたらそのおじさんがスーってなんかね、どっかにいなくなったような感覚はあったんですけど、しばらくすると、今度別の人がやってきたんですけど、今度は女性のね、おばさんだったんです。すいません。私、鈴木えり子と申します。そこの林道を歩いていた時に、足を滑らせてしまって、滑落してしまったんです。亡くなりました。そんなことを言ってくるんですよ。ええー、と思って、まあ、ゾッとしながらね、ずっと聞いたんだけど、それがまたね、そのね、鈴木えり子と言ってた人がスーって消えて、また別の人がね、今度おじいちゃんが、わーってやってきて、そのおじいちゃんが、わしの名前は井川誠二と言うんだが、わしの家がな、この近所にあったんだが、火事で焼けてしまってな、わしもその時に死んだんだ。そんなこと言うんですよ、また。ええー、と思ってると、またスーって消えるみたいな。結局、その一晩の間で、何十人もの、まあ亡くなった方でしょうね、きっと。まあ幽霊なんだと思うんですけど、その人たちがもう枕元に立って、自分に向かって、こうこうこうで死んだんです。なんとかという名前です。そこら辺にいたんです。そこに住んでたんです。そんな話をブワーってやってくるんですよ。で、結局それがもう、あまりに多くて、自分でもパニックだったし、もう聞いちゃいられないから、もう一部しか覚えてないらしいんですけども、聞いてた中で印象的だったのが、まあ、八ヶ岳のふもとっていうのもあったんでしょうね。まあ、八ヶ岳って言ったら結構登山でも難所でね、亡くなる方も多い場所ですから、まあ、そういうのもあってたと思うんですけど、滑落事故で亡くなったっていう方がもう8、9割を占めていて、一部、まあ、さっきみたいに火事で亡くなったんです、近所にいたんですっていう人だったりとか、まあ、交通事故で、車にひかれたんですっていう人とかもいたらしいんですけど、基本的には山の事故で亡くなったって人が大勢来ていて、ってことはやっぱり、まあ、そこの土地に関係がある、残っちゃってる人が、まあ、なんだかわからないけど、その彼女の、まあ、霊感というか、そういうものに気づいたかなんかで、ずっとやってきては、自分のことをこんこんとね、まあ、自己紹介から入って説明してくるっていう状態になったのかなと。ただ、彼女の中ではね、過去にこういう経験はなかったらしくって、せいぜい見えてても、例えば幽霊とかがわーってね、通ってったりとかして、うわ、いるっていうのがあったりとか、まあ、話しかけてくるとかはあったんですけど、自己紹介して説明してくるっていうのは初だったらしくって、すごくこう印象深い、まあ、出来事だったらしいんですよね。まあ、そんなことがあって、まあ、ちょっと特殊な体験をしたんですっていうお話でございました。はい。まあ、かなり変わってはいる。ね、丁寧な、丁本寧当な、に丁寧ね、な。自己紹介をペラペラペチャクチャと、まあ、してきてて、まあ、一応ね、彼女のそのね、いただいた内容的には、まあそういう内容だったんですけど、まあなんかその名前とかね、まあそこね、住所とかね、聞けたら、もしかしたらね、その本当にそうかもしれないから、確認とかいけるんじゃないのっていう方もね、きっとね、今聞いた方の中でいるかなと思うんですけど、まあなんかそこまでは、要するにディティールまでは完璧には覚えてなかったらしいんですけど、まあでも本当にご近所に住んでいたって最後にね、言った方いましたけど、井川さんですね。まあ、本当にああいう人もいたらしくって。だからまあ別に滑落事故だけじゃなかったらしいっていうね、なかなか面白い、体験だったんですけど、ちょっとね、これを受けてね、ちょっと熊子の、まあちょっと感想をまず聞きつつ、ちょっといろいろとなんかね、ちょっと熊子はどう見えてんのかなって話とかも聞きたいので、ちょっとまず感想どうでした？なんか聞いてみて。や、なんか死因が全部滑落事故だったら、なんかそのこらへん霊道になってるとかなのかなって思ってたんだけど、完全にバラバラだったのはなんでだろうなっていうのが。まあそう、あ、でもね、一応出したのはそうだったんだけど、完全にバラバラだったわけじゃなくて、8割9割ぐらいは滑落事故だったらしいのよ。山のなんか登ってる最中の事故みたいな感なんじかの。チェイサーで違う方が挟むのなんだろうなっていう そう、でもそれはね、ちょっと不思議、本当ね、に。なんか不思議、なんか本当に近所のそういうのがもう集まりに集まったのかなっていうような。
だからね、話の中にあったのは、その交通事故で亡くなった方と、その近所に住んでて火事で亡くなったんですっていう方の2人がいたらしくって、ただなんかね、ちょっとその、まあ、どの辺りのエリアかっていうのは、ちょっと正直わかんないもんですから、実際にね、火事で亡くなった方がいたのかっていうのは、ちょっとまあ、追えなかったんですけど、まあ、なんかそれ、彼女も、まあ、それはなんかそうやって言ってたけど、誰だったかっていう名前とかはちょっと忘れちゃっててっていう感じだったんおお、で。いや、あと言葉遣いが丁寧と思って。そう、でも本当にこういう感じで、なんかすいませんって言いながら、私の名前は〇〇ですけども、なんかこういう理由で亡くなったんですって言って去ってくらしい。なかなかお会いできないよね、そんな方にね、なんかね。くまこの普段見てる幽霊たちの、なんか民度の低さというか なんかもう本当その方が見えた幽霊の、あの透明な爪で透けてる爪の赤を飲ませたいと思ったもん、透血けて液たらを。飲めないな 飲める。飲めるだろう、お前っつって まあまあね。そんなこんなでございましてね、今回のね、ちょっと話を受けてね、まあ、ちょっといろいろと聞いてみたいなってことはあって、おお。まず、自己紹介めっちゃしてくる幽霊っているの？こういう。あ、でもいるよ、結構。あ、いるんだ。そんな丁寧じゃないんだけど、例えば、なんかやってる人に向かって、俺、これやってたとか、なんつうの、昔得意だったんだよみたいな、自己紹介まではいかないけど、自己主張か。ああ、そうね、自己主張だね、それ。どっち かっだていうと。ね。自分の名前も言ってきたりとかするってことなあ、のか。もうあるあるある。それあるもんあだ。るし、偽名かな、これは偽名だろうって思うのは何回かあるんだけど、なんか、例えある、それ。例えというかね。なんていうの、なんか名前出していいのか分かんないけど、どうも福山雅治ですみたいな感じの、芸能人の名前をバッチリ出してくるみたいな。それはね、嘘くさいな、確かに。ほんまかみたいな。ああ、なるほどね。あ、そういう幽霊いるんだ、でも。なんかギリギリ木村拓哉だったらいそうみたいな感じのね、なんつうか、まあ、そうだ、同姓同名いるからな、結構、木村拓哉もな。そう。ってないるほうどのね。がある。そういう、でも、幽霊がいるんだ。でも、なんか、クマコ的には、それは、本当の自己紹介っていうよりは、ちょっとちょけてる自己紹介に感じてるってなんこか、と。ちょけ散らかしてんなって思う。なんかその丁寧さを聞いてしまったら、あ、これが本当の自己紹介だよねって思ったから。そうだね ちょっまあ、と自己紹介したことあるっていうエピソードで全部消したいぐらい、なんかそう、ちょっとなかったことにしたいなっていうぐらい、丁寧なエピソードでなるした。ほど そうね、まあ、ちょっと丁寧な自己紹介だったね、今回のやつはね。なんですけど、例えばだけど、今自己紹介とともにさ、自分の死因について語ってたと思うんだけど、その死因を言ってくる幽霊とかもいるの？もう結構いるんだけいるんだ。ど、なんか、そのさ、これもさ、ほんとちょけ、ごめんね、ちょけた話でみたいになっちゃうんだけどさ、たまたまその投稿者の方、女子高生時代の話あ、そうをだね。してくださったじゃないですか。なんで、自分もちょっとその女子高自体に、女子高じゃないや、高校生時代にあった話があるんですが、その死因にまつわる話で。なんかさ、文化祭の準備で帰り遅くなっちゃって、一人で家までとぼとぼ歩いて帰ってたんだけど、その時に、なんか茂みからブワッて、全身血まみれのおじさんが出てきて、透けてるおじさんが出てきたの。わ、疲れてるから怖えの見ちゃってんだって思って、うわってちょっと身構えたんだけど、そのおじさんがすごいびっくりした顔で、俺こんな格好だけど死んだ原因風だって言い出したのね。え？フェイで、クじゃん。それを聞いて、嘘って、その女子高生みたいなノリで、嘘って まあ、当時ね、まだ若かりし頃の若熊か子りは。し頃のクマ子びっくりしちゃっがてね、それで。びっくりしちゃって、嘘って、お互いびっくりしたっていう話が。で、これめっちゃ面白いのが、血まみれの人がわー出てきてるわけじゃん。まずそこで、うわーってなるじゃん、普通だったら。でも、もうちょっと見慣れちゃってるから、そこではわーってならずに、これでも俺、風邪で死んだんやでーってのマジでーみたいなの方でびっくりしたの。ちょっと遅れてんのが面白いなと思って。ワンテンポずれて、嘘をそれでみたいな感じになったっていうのは確あかる。に嘘をそれでってなるな、確かにそれは。ねおもろ。え。いや、誰めがちゃ見くちてゃもいいそな。れでって言うと思うよ、なんか。まあ確かにそっか。いやー、まあ、ちょっと意外すぎんだけど。ちなみになんだけど、その、
まあ、わかんないか、これは。死因とかはさ、もうわかんないじゃん、クマコから見てもさ、聞いても本当のこと言うかわかんないし、幽霊って。でしょ？だって風邪だっていうのも血まみれの人が。いや、絶対風邪じゃないでしょ、それ。もうこの時点で終わってんだよ、みたいな、なんかさ。でもなんかさ、逆にさ、例えばだけど、風邪とかで亡くなったのに、ちょっと、かっこつけたくて、俺すげえ事件に巻き込まれちゃったんだよねって幽霊とかはいてもおかしくないかなと思っちゃうんだけど。なんかファッション血まみれみたいな方々。そう、逆のね、そう、逆さっにきのおじさんとは。おじさんみたいな。ちなみにそういう人は見たことある？なんだろう。多分絶対こいつ違うだろうっていうのに、超かっこつけて、いやー、すごい事件に巻き込まれちゃって、みたいな。あ、いる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 。やっぱいるんだ。なんかよくわからないかっこつけの仕方してる人いつるける人多いよね。ね。そうだよね。急になんだろうみたいな。そういうここら印象辺もで3人脅かしたの俺だぜみたいな感じの、なんかその心霊スポットの夢になってるようなまあ、ちょっとところもう、そういうね、ちょっと俺がやったんだぜ、みたいなみたいな、そうやつはそういそるんだね。じゃあ、う。持ってるはいるけどさ、逆じゃん。血まみれなのに、風邪ですっていうのはさ、なんか、珍しいなと思ったんだけど。もしかしたらゴホってやった時に階段から転げ落ちて、なんか血まみれになっちゃって、そのままって、原因はあの時咳したからだってとか、いろいろでも考え、なんか背景をいろいろ考えてみたんだけど、でもどう考えても無理だなって思って。なるほどね。本人の中で風カウントの可能性があるってことか。ただ、それもさすがに無理があるだろう、その血まみれ具合だとっていうのがあると。何やろな、それで。なんでここまでズタボロにされて風なのみたいなさ、なんか。まあ、確かにね。いや、面白いな。はい、というわけでございましてね、まあ、今回は七城の、まあ、怪談を語りつつ、それについてね、まあ、熊子からちょっと類似するような話とかね、いろいろしてもらったんですけども、きっとね、ちょっと怖くなって、ちょっと、大丈夫だみたいな 今感じだと思うんですけど、ね、これちょっと朝やるね、怪談はこんな感じでやっていこうと思ってまして、ちょっとね、これちょっと個人的な話をすると、俺別にまだね、なんか誰かに言ったわけじゃないですけど、なんか怪談をね、ちょっとがっつりちゃんとした怖い怪談みたいなのを、夜の方に投稿したいなと思ってる部分もあって、まあ前にちょっとね、年末年始のなんかどっちかの動画、多分抱負かなの動画で多分言ったと思うんですけど、朝はなんかほっこり系、ちょっと怖かったり、でも熊子で中和されるよみたいな感じと、夜はなんかがっつり怖いやつとかにしたいなって思ったりはしてて、で、うちやっぱ怖い要素もね、私自体が結構怖い怪談喋るの本当は好きなので、なんかちょっとそれもね、出していけたらなと思ったりしてて、ちょっと朝はちょっと緩めの、今日もね、実はね、ちょっと緩めの階段を選んだんですけど、実は。で、やっていこうかなと思っておりますよと。はい、というわけでございましてね、今回の動画面白いと思った方、よかったらいいねボタンお願いします。そしてですね、七色系を今知っておった方、よかったらね、これを機にね、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、コメント欄ね、よかったらね、感想等いただけたらと思いますし、あとなんかその皆さんね、結構体験談持ってるよって方もね、いるかなと思うので、もしそういう方はね、よかったら概要欄の方ね、下のところにね、まあ、投稿フォームがございますので、そちらから自分の体験談をね、まあ、適当に本当にもう箇条書きとかでも全然いいんで、送っていただけたら嬉しく思います。はい。それじゃ、またねヤー。クよルトし。飲んだ。ヤクルト1000。ヤクルト1000飲んだ。飲んだことないんだよね。美味しいの？美味しいよ。あ、じゃ聞くあの、とちなみに。ね、結構聞く。あ、結構聞くんや。個人へえ。的に結構聞いてる。あ、そうです。はい。いってらっしゃい。いらっしゃい。